両チームともに最初のポイント入りました。今度は東山のオフェンスです。ライト平行得意の攻撃をまず選択してきました。2年生セッター東間決めたのは3、はい、2本連続できました。素晴らしいオーバーに応えた高橋慶帆です。一方悪い流れはこちらも東山高校3年生の佐々木が切ってきました。セッター東間君はね、はい、やっぱり佐々木、東山高校のサーブです。習志野のオフェンスは高橋慶帆にはそれほど集めていません。サービスエースは東山、県予選でもこのサーブで相手を圧倒してきた強力な武器。ビハインドとさあ今度は東山のオフェンス、セッターずらされたブロックはサーブライダー打ち抜いていったわ。ワンタッチがありましたか。あったと思いますね、はい、はい、はい、苦しい体勢ですが佐々木ゲームキャプテン吠えました。ちょっとでも高橋慶帆は最初スパイクポイントを上げて、そしてブロックポイントも上げました。ノーブロック気味になってしっかりと一方東山高校ゲームキャプテンの3年生佐々木が決めていきました。で注目のリズムが出てきました。東間真ん中を使ってきました。バックアタック決めていきます。3年生の佐々木です。佐々木それから横江そしてチームキャプテンの辻本、この3年生が平山のサーブ東間ずらされたノーブロックになった。決めていきました。一方3年生ゲームキャプテン佐々木取りました。1回戦屈指の好カード東山対習志野。第1セットは東山高校が25対20に取りました。2セット目習志野高校が25対19取り返しました。3セット目スタートするか、きっちり返った。ノーブロックだった。ネットにかかる。ボールは返りません。ボールは返りません。3年生の佐々木のバックアタック、思いがネットを越えさせたスパイクになったか。